近鉄で1系電気機関車は近畿日本鉄道が所有していた電気機関車である。1944年6月1日、近畿日本鉄道が発足した際、近鉄の前身となった事業者の様々な小型電気機関車をすべてまとめてで1型に統一している。そのためで1型はで1から9の給料が存在するが大きく4種類に分類される。 1927年、川崎造船所で製造された伊勢電気鉄道を501、計501、502である。関西急行鉄道時代の1941年の形式変更で、で1、計1.2となる。名古屋線、養老線で運用されていたが、1959年に名古屋線が標準機に改め記されると、1は養老線に転席。 1971年に廃車となる。2は、標準機に改造され、塩浜工場で入れ替え用として運用され、1975年に廃車された。吉野鉄道1号1923年の1924年、スイスのブラウン・ボベリ社から輸入された吉野鉄道1の3である。製造当初は、車体照明機械室が2つに分かれ、 中央に通路があるという特徴的な車体であったが、1951年に通常の凸型に改造している。近鉄では、d 1系3から5に改版され、主に南大阪線、吉野線で貨物列車を牽引していたが、1959年に標準機に改造され、大阪線に転属、で8 1系8 1から83に改版される。 その後1970年に、で35系35から37に改版され、主に工事用列車を牽引していた。1976年に全車が廃車された。1923年、日本車両製造で製造されたエビガは電気1.2である。車体は日本車両製造製、機器は芝浦製作所製である。箱型の車体が特徴。 1928年に、伊ビガワ電気の鉄道部門を、養老電気鉄道へ譲渡し、翌年伊勢電気鉄道が、養老電気鉄道を合併すると、5 0 6系5 0 6 5 0 7に改版され、その後1941年に、DHK6.7 に改版された。終始養老線で運用され、1971年に廃車された。1926年、 伊賀電気鉄道の電化に伴い、川崎車両で製造された、で1.2である。突系の車体が特徴である。近鉄では、で 1K8、9に改版された後も伊賀線で運用されたが、9が1967年、8が1975年までに廃車された。ありがとうございます。